ここってアイグレッテじゃん。リアラ、俺たちついてるぜ。知らないところに飛ばされたわけじゃなかったんだ。あれ？だけどなんか雰囲気違わない？10年も経てばこのぐらい変わるわ。え？落ち着いて聞いてカイル。私たちはエルレインの力で飛ばされてしまったの。未来に。カイルたちがいた時代から10年後の未来に。は？もう冗談きついな、リアラは。やっぱり信じてくれないよね。でも確かにここは10年後なの。しばらくしたらわかると思うわ。リアラ？ついこの前来たばっかなのに、なんかいろいろ変わってるみたいだ。ついこ、なんだよあれ。オルトナ神のご降臨を祝して、アイグレッテ勇士一同。なんだよこれ。こんな像この前来た時にはなかったよな。なくて当たり前よ。この像ができたのはカイルたちのいた時代から少し後なの。じゃあリアラの言ってたことは本当に。そう、ここはカイルたちのいた時代から10年後の世界よ。あの時エルレインが使ったのは私を未来へと飛ばす力。みんなはそれに巻き込まれてしまったの。だってエルレインはアドモニ神団の偉い人だろ。どうしてリアラを。それにさ、フォルトナ神のご降臨を祝してって一体どういうこと。言葉通りよ。この時代には神様がいるの。フォルトナ神という神様が。そんな、だってみんなそんなことは一言も。当たり前のことだからみんな言わないだけよ。本当に神は降臨したの。そんな、ねえこの世界に神様がいるって本当なの？当たり前じゃないか。それがどうかしたのかい？嘘。ねえあなた、急がないと出産式に遅れてしまうわ。ああそうだね。要はそれだけかい坊や。あ、はい。あなた急がないと間に合いませんよ。司教様は時間にうるさい方だからな。ましてや出産式ならなおさらだ。大神殿に急ごう。この世界には本当に神様がいるのか。出産式か、ちょうどいいかもしれない。ねえカイル、私たちもあの人たちと一緒に出産式に出てみない？え？それに出ればこの世界がどんなところか分かってもらえると思うから。神様が降臨したって本当なんだ。神の降臨によってこの町は、フォルトナ神殿は大きく変わったの。説明するより見てもらう方が早いし分かると思う。だから出産式に行ってみましょう。ああ、神様が降臨。